どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、対象者限定マリオットボンボイホテルキャンペーン開設ということで、皆さんねこの動画を見たらですね、マリオットからのメールもしくはですねマリオットボンボイホテルのスマートフォンアプリね、ぜひチェックしていただきたいなというふうに思います。今回の対象者限定のキャンペーンはですね、なんとですね2滞在で3万5000ポイントの無料宿泊券がもらえるオファーとですね、週末滞在で合計1万8000ポイントがねもらえるオファーがですね来ているって言った感じになってるんですよね。冒頭にもね言いましたけども、今回のキャンペーンね対象者限定ということで、残念ながらですね私の方には来ておりません。ということでこちらのキャンペーンの解説ねしていきたいというふうに思います。まずですね、3万5000ポイントの無料宿泊券がもらえるキャンペーンの概要ですね。宿泊期間が2021年の4月の30日までっていう風になっておりまして、特典としてはですね1滞在で3万5000ポイントの無料宿泊券、またですね2回目の滞在でさらに3万5000ポイントのね無料宿泊券がもらえるっていう感じになってるんですよね。これかなり激アツですよね。3万5000ポイントのね無料宿泊券であればですね、山中湖のマリオットホテルだったり、伊東の修善寺だったり、名古屋マリオットアソシアホテルだったりね、結構宿泊できるところありますからね。しかもこのキャンペーンはですね、1滞在で3万5000ポイントの無料宿泊券で、2回目の、ね、滞在で3万5000ポイントの無料宿泊券がもらえるわけなんですけども、特にどのホテルだったらもらえるとかもらえないとかそういうものはないんですよね。ですんで先日ね解説させていただいたアロフト銀座のね宿泊でももちろん OK ですし、またね自前をね下回るようなね結構ねお手頃のホテルでもですね宿泊すればこれねもらえるっていう感じになりますんで、いやかなりすごいですよね。このオファーね来てる方ね本当に羨ましいですね。それでは次のキャンペーンですね、週末滞在で合計1万8000ポイントがもらえるキャンペーンの概要ですね。期間が登録後3ヶ月間、もしくは4月の30日までっていう風になっております。ちょっとねここは後で解説させていただきますね。特典については金曜日または土曜日の1滞在で4000ポイント、2回目の金曜日または土曜日の滞在で6000ポイント、3回目ですね金曜日もしくは土曜日の滞在で8000ポイントということで、合計1万8000ポイントがねもらえるっていうキャンペーンなんですよね。まあこちらのねキャンペーンもですね、週末のね滞在に限られるわけなんですけども、1滞在の宿泊でね初回から4000ポイントがもらえるっていう風になりますからね、まあかなりねすごいキャンペーンですよね。またね今回のキャンペーンについてはどちらもね優勝の宿泊っていう風になっておりますので、ポイントを利用したね特典滞在については対象外になっているようですので、こちらね覚えておいてください。またですねマリオットのねキャンペーンっていうのは基本そうなんですけども、この1滞在っていうね表現にはね気をつけていただきたいという風に思います。この1滞在っていうのはチェックインからチェックアウトまでが1滞在っていうカウントになりますので、何連泊したとしてもですね1滞在っていうカウントになりますので、この点はね注意してください。またですね一つのホテルにですねチェックインしてチェックアウト、またねチェックアウトしてからまたすぐにチェックインしたとしてもですね、こちらね連泊っていうねカウントがされてしまいますんで、こちら2滞在っていうねカウントはされませんので、この点をね注意していただきたいなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですねマリオットボンボイホテルの対象者限定のねキャンペーン解説させていただきましたけども、まあ、今回のキャンペーンはですねどのように選別されてるのか全然わからないというふうになっておりますので、ぜひね来ている方コメントいただければなというふうに思います。個人的にはですね普段ねマリオットボンボイホテルねそこまで利用されてない方がですねターゲットになってるのかなというふうに思っております。ひとまずですねかなりねお得なキャンペーンというふうになっておりますんで、マリオットボンボイのねアカウントもしくはですね今回のキャンペーンですねメールでも来ている方ねいらっしゃるようなので、アカウントのねチェックもそうなんですけども、メールもね確実にチェックしていただけたらなというふうに思います。でですねプロモーションの見方についてなんですけども、こちらね公式サイトありますよね。名前のところをねクリックしていただくと開くとねプロモーションっていうのがありますよね。来ている方にはおそらくこちらにね来ているかなというふうに思いますので、ぜひねチェックしていただけたらなというふうに思います。またね予約する際なんですけども、楽天が運営するねポイントサイト楽天リーベイツを通すとですね
楽天のねポイントバック受けることができますし、またね海外のキャッシュバックサイトトップキャッシュバックをですね利用すると還元ね受けることができますので、予約する際はですねこちら経由してね予約するのがねおすすめかなっていうふうに思います。またですね2021年1月現在は GoTo トラベルね停止になったりとかですね、緊急事態宣言もね出そうな感じが出ておりますので、まあ今回のキャンペーンですね2、3ヶ月続くキャンペーンというふうになっておりますんで、今はね利用しづらいかもしれないんですけども、ちょっとね落ち着いてから利用することもねできますので、今回のオファーね来られている方はですねぜひね狙ってみていただきたいなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が気に入った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。